どうも、散歩動画最終章となりますか。もうあと1、2回で終わる予定のニャンニャンクリーパーでございます。今回は竜のねぐらを歩いてみたいと思います。散歩というか、なんというか、このエリア狭いんで、もう正直短い動画になります。すいません、ボヤーターをですね、すっ飛ばしてるのは実は録画が失敗してたんですよ。何かエラーか何かわからないんですけど、いやー、撮り終えたなと思ったら、はい、何か不具合があったみたいで、はい、ファイルができていませんでした。で、マップはこんな感じです。左側に池があって、モルゴルがいる。楽な相手ですね。ここは、なんか、ハテナがある、ハテナじゃない、なんかあるんですけど、多分これ、エクスカリバーのレリックの、完成させるための場所だったと思います。もうね、レリックもクエストっていう考えを持つと、ね、全部見るのはもうほぼ不可能ですけれども。で、竜のねぐらがここですね。多分あれがトリガーでポップさせる場所だと思いますが、竜はいないですね。もしかして今って、時間で湧かなくなったのかな？これちょっと元の場所戻らないですよね。ここでLS の、普通の、コミュニティ LS の人たちと、普通の、ドラゴン倒しましたよ。結構、全滅しそうな勢いだったんですけれども、リレイズとかうまくかけて、ゾンビアタックじゃないけれども、そんな感じで倒しましたね。いや、あれいい思い出ですよ。そんなにね、HNMLS やってたわけじゃないんですけれども、まあ普通のドラゴンの方でしたけど、よく倒せたなって思います。周りには結構ライバルとかいましたけれども、ね、一回全滅しそうになった時にシャウトするやついたんですよ。じゃあ次に釣る人、ダイスで決めましょうみたいなシャウトしやがって。いやー、あれさすがに LS メンバーで品種買ったというか、仲間内の中では、あんなこと言われてるよみたいな感じで。それで意地になって倒したっていう。はい。そんないい思い出がありました。出口はここに繋がってたんですね。はい。じゃあ、こんな感じで、竜のねぐらの散歩動画終了となります。次回が散歩動画終了の予定となります。